はい、今回はこんな感じの、画面切り替えのアクションの作り方を解説していきます。まず現状、タイムラインには、写真2枚でスライドショーにした状態の、コンポジションを用意してあります。こんな感じですね。で、この画面切り替えですね。ここの2秒のところで写真がパッと切り替わる部分に対して、画面切り替えのアクションを作っていきます。まずこのスライドのコンポはそのまま置いておき、新規コンポジションを作ります。違うわ。で、切り替え01として、で、このコンポにスライドのコンポを読み込みます。で、2秒のところで画像が変わっていきます。ではまず、このコンポ自体に、エフェクト、スタイライズ、モーションタイルを適用します。で、1とスケールで小さくし、出力幅と高さを上げてやります。で、ミラーエッジにチェックを入れると、こんな感じの拡大したタイルが作成されます。で、これを元のスケールの大きさですね、100に戻してやります。そして、この2秒前後あたりにキーフレームを打ちます。タイルの中心で3コマ程度動かして移動してやります。さらに3コマで違う位置へ、こんな感じで画面を揺らしてやる感じにしていきます。さらに3コマ、ざっくりとでいいんでやっていきます。で、さらに3コマで最初の元の位置ですね、戻るように最初のキーフレームをコピーしペーストしてやります。するとこんな感じで揺れているようなアニメーションを作成することができます。ちょっと激しすぎるので移動距離を短くします。これで、揺らすアニメーションが完成です。そして次にこれにブラをかけていきます。ブラ、方向。で、この動きの最初のキーフレームの位置と同じ位置に方向のキーフレームを打ちます。で、最後のキーフレームのところで一回転するようにキーフレームを打ってやります。そしてあとは移動のキーフレームと同じタイミングでブラの強さを変化をブラの強さに変化を加えていきます。強くして次のキーフレームで弱くする。もっと強くていいですね。で、弱くする。で、最後のキーフレームで0にしてやります。こんな感じですね。するとこんな感じの揺れにブラが加えられた状態になります。そして次に新規、エフェクト、チャンネルの単色合成、これでライトの効果なんかも付け加えてやります。描画モード加算にし、不透明度最初は0、
で、まあ、このライトの光り方自体はランダムというか独立した形でつけてやるといいと思います。2回ぐらいフラッシュピカッとするようなイメージですかね。こんな感じですね。で、同じようにもう一つ単色合成をつけてやります。透明、あ、加算にし、不透明度ゼロ、で、強くしてさらにゼロ、そしてゼロで強くしてゼロで消えると。で、最初につけたやつとは少しタイミングをずらしてやるような感じにし、さらに色も変えてやります。こんな感じですね。するとこんな感じの画面切り替えアニメーションが完成します。こんな感じですね。で、まあ2秒のところで写真が入れ替わるので、まあこの全体のアニメーションですねが大体真ん中ぐらいに来るようにしてやると、こんな感じですね。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。